美琴が帰ってこないの。え、美琴が帰ってきてないって？学校もとっくに出たって。ねえ、どうしよう。ああ、わあちゃん、寝れてんの？もう始まるよ。どっかで遊んでんだろ。もう本番だから切るぞ。京介のガンガンラジオ、時刻は5時を回りました。さあ次は都市伝説を終えのコーナー。今日はネットでも話題騒然の怪しいビルにレポーターの小梅ちゃんが潜入してますよ。小梅ちゃん。はい、都市伝説レポーターの小梅です。今回は心霊スポットとしても有名になっていますあのウエストビルに来ています。もうすでにこう寒気を感じるというか、はい、空気感がちょっと違いますね。また私の目の前、今階段があるんですけども。どうかしたの、長ちゃん。暗くて、いやね、娘がまだ家に帰ってないって言うんだよ。なんかちょっといそうな雰囲気もあるので、心配じゃない。どうせどっかで遊んでんだって、心配しすぎなんだよ。それでは近所にお住まいのカップルにお話を聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。このビルに関しての噂ってご存知ですか？あー、知ってます。ここマッチやばいらしいし。そうそう、夜中とか変な叫び声とかしょっちゅう聞こえてるし。本当ですか？他にも何か知ってますか？他には、あ、昨日の夜とか、あ、昨日の夜も男の人の声が聞こえてね。うわーみたいな、うめき声のような声が聞こえて。あー、そう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 、男の人の声でなんか、どういうこと、うわーみたいな。それが夜聞こえるんですか？うん、夜も聞こえるけど、うん、たまに昼も聞こえる。小梅が言ってるとこじゃないか。以上、噂の現場から小梅がお送りしました。スタジオの中川さん。あ、小梅ちゃん、ありがとう。ではここで CM です。こんな時代だから、つながる安心、つなげる安全、見守る携帯、見守る豊富なカラーバリ。はい、小梅です。あー、大西さん、今日の出来どうでした？あー、長さんの娘さんですか？知ってますよ、美琴ちゃんですよね。今そのビルにいるから、うん、探しに行ってくれ。え、このビルにいる？探す、私たちがですか？あ、使い方は自由。嫌なら断ってもいいんだよ。あー、うん、やります。はい、やらせてください。はい、わかりました。はいはいはい。お兄さん、なんだって？このビル捜索しろって。マジで怖いし。でもなぁ、やるしかないっしょ。ナポリタンはナポリタン。 CM 開けまーす。ナポリタンはもう古い。あいつらに任せて大丈夫かな？人肌でも美味しい。警察を呼んだ方がいいかな？まあ、まだどうなってるかわからないからさ、もう少し様子見よう。今ならケチャップ増量中。みことちゃん、みことちゃん、何も、どこ？
な、どうだ、見つかったか。いや、いいか、見つかったのかって。もうどうにもこうにもないですよ、大変だったんですから。いや、見つかってないです。やっぱり警察に。やっぱりな、そんなことだと思ったよ。ああ、小梅ちゃん、ああ、娘さん見つかったって。うん、帰ってきていいよ。ごめんね、兄さん。いいって。よかったね。本当に帰ってきていいんすか。いやいや、本当大変だったんですよ。ちょ、聞いてますよ、お兄さん。もしもし。だから、部屋に男の人が2人いて、1人の男の人のお腹の上でスパゲッティ食べてるんですよ。聞いてます？もしもし。あれ？だから、もうすぐ作ってさ、ね、電話に出ないって。年頃なんだから、いろいろあるだろ。あんまり叱るなよ。Thank you.